毎度お世話になっております英国紳士です。今回も紳士による紳士のための夏色ハイスクール実況をやっていきます。よろしく V てなわけで、9月10日水曜日の続きです。前回玉木ちゃんのイベントを終えた後、校内を徘徊してたんですけど、この PC 視聴覚室の前でイベントアイコンを出してるキャラクターがいたんで、この子に声をかけよう。一周目ではね、このイベントなかったというか、やってなかったような気がするんだよ。この子あれか、玉木ちゃんの友達か。そうだよね。どうも、玉木ちゃんの友達さん、英国紳士です。ああ。私の英国面は53万ですよ。あ、宮古先輩よかった。あ、ちなみに、不審者アイコンが真っ赤なのは気にしないでください。白鳥先生の写真を撮ってただけです。キャラクター図鑑埋めてなかったからね。え、何？なんか嫌な予感がする。実は、宮古先輩にお願いしたいことがあるんです。聞いてもらえますか？これ名前なんて言うんだろうね。茶道かな？茶道こより？イサゴワラベかもしれないけど。お願い事？なんだろう。先輩の妹にしてくださいとかかな。いや、でもね、うち、あれなんだよね、血のつながらない妹はお断りすることにしてるんですよ。家訓でさ、でもこのタイミングで血縁者にしてくださいなんてお願いは、6割方ないと思うんで、多分別のお願い事でしょうね。じゃあ、いいけどにする？いいけど何かな？このプリントを1年 C 組のいくら学くんかなに渡してください。今日中にお願いします。ただのパシリやないけ。わかった、 1C のいくらくんだね。それじゃあ早速行ってくるよ。パシリかよ。先輩をパシリにするとはいい度胸だな。 1C に行けばいいの？あ、ちょっとクエストだよね多分。これか。たまにさ、これなんか、初めて見るクエストの欄にニューがついてない時あるよね。何なんだろう。茶道かよりに頼まれて、いくら学ぶに届け物をする。微妙な関係の一年生男女の仲を取り持つことができるのか、果てしなくどうでもいいな。まあ、いけますよ。1C だっけ ?1C のいくらくんだよね。名倉くんだっけ。あ、あの子だ。アイコン出してるし。おい、君か、いくらくんっていうのは。君がいくらくんだったかな。ああ、そうですけど、これ多分佐藤さん、イサゴワラベさんじゃないと思う。佐藤さんって子から君に渡してほしいって頼まれたんだ。はーい、確かに渡したからね。それじゃあ、何か問題あったかな。どうして佐藤本人が持ってこないんですか？確か2年の先輩でしたよね。佐藤とはどういう関係なんですか？佐藤さんはね、アクティブ系ノンプレイヤーキャラクターじゃないから、移動できないから僕に渡してって頼んだんだよ、きっと。うろうろできないからね、きっとね。ちょっと待ってよ。質問一つずつにしてくれると助かるんだけど。じゃあ先輩と佐藤はどういう関係なんですか？どういう関係？血のつながった兄弟になりたいかな、ね、毎朝ね、朝起こしに来るんだよ。お兄ちゃんまだ寝てるの？早く起きないと膝の裏にキスするよみたいなね。そんな妹はいらん。俺はね、血のつながった妹とはもっとプラトニックなね、関係を持ちたいと思ってるんです。サザエさんのカツオとワカメちゃんのような関係、そんな兄弟になりたい。どうでしょう。選択肢か。なんでもない。先輩と後輩の関係、男と女の関係。これ選ぶとなんか好感度下がりそうだよね。てかクエスト失敗しそうだから、まあ、先輩と後輩の関係かな。うん。パンツ取ったけどね。関係か。強いて言うなら先輩と後輩の関係かな。本当にそれだけなんですか？だぐり深いね、君。そうだよ。なんだか怖いよ、いくらくん。どうしてそんなことが気になるの？
まさかいくらくん、イサゴワラベさんのこと好きなんじゃないの？とにかく俺は届け物を頼まれただけで、それ以外のことには関係ないから、あとは二人の問題だよ。そんなことは。はいはい、男なら男らしくね、頑張って。そういうことなの？いくらくんも、イサゴワラベさんを妹にしたいと思ってる系男子なのかな。俺が狙ってるんだけどな。あ、いた。うっす。届けてきたよ。あ、みやこ先輩、プリント渡してもらえましたか？うん、確かに渡したよ。一応報告をと思って。ありがとうございます。でも、いくらくんだっけ？彼相当不満そうな顔してたよ。どうして自分で届けてあげないの？それは、私、いくらくんのこと苦手なんです。いつも私の方を見て怖い顔してるし、よく意地悪もされてるし。なるほど。イサゴワラベさんにとって、いくらくんは、ゴキブリみたいな存在というわけですね。俺もゴキブリは苦手だよ。ははは、なんだか微笑ましいな。足高軍曹を呼んでください。だからあんまり私の方からは関わらない方がいいのかなと思って。それでつい宮古先輩に頼ってしまった。すみませんでした。私、玉木ちゃんに怒られちゃうかな。いいんですよ。どんどんお兄ちゃんに頼ってください。そんなことないって、玉木ちゃんなら分かってくれるよ。と言いつつちょっと怖い気も。玉木ちゃん意外と束縛タイプだからな。束縛か。俺はどちらかというと金箔の方が。でもさ、イサゴさん、いくらくんって子も別に悪気はないと思うよ。きっとイサゴさんのことが気になって仕方ないだけなんじゃないかな。じゃあ俺はこれで仲良くしなよ。すれ違う人間関係柄にもなくキューピッドみたいなことしちゃったな。あ、もういない。あ、いたいた。ここにいたのか。こんにちは。いろいろとお世話になりました。何見てんの？ YouTube？ いや、YouTube なんかよりもニコニコ動画を見るといいよ。ニコニコ動画でゲーム実況を上げてるスコンブさんっていう人の動画を見るといいよ。9月11日木曜日、玉木ちゃんのイベントだけだね。 OK、 学校から開始します。お、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 先輩。おお、びっくりした。急にホワイトアウトしたから何なのかと思った。おお、マイラブリーエンジェル玉木左にテレポートしてきたやつがいるぞ。ちょっと先輩に話があるんだけど。話？なんだろう。ここじゃちょっと話せないからバルコニーに行こう。久しぶりに切れちまったよ。バルコニーに来なってこと？怖いけどちょっと楽しみ。うん、いいけど。バルコニーって、あ、ここのことか。あー、ここバルコニーだったんだね。渡り廊下だと思ってた。それで話って何かな。室井さんが身投げした場所だよね。ねえ先輩、玉木たち付き合ってるんだよね。うん、そうらしいよ。へ、そうだけど今更どうしたの。もしかして俺に飽きちゃったとか。もうそんなことかけらも思ってないくせに。それともこんなにラブラブなのにまだ不安。そんなことないけど、改まって話があるとか言われるとどうしても身構えちゃうっていうかさ。先輩、玉木は不安だよ。え、なんで？俺何かしちゃった？そうじゃなくて、何もしてないのが問題なの。もっと過激なプレイをご所望ということですね。学生のうちはもっとプラトニックな関係がいいかと思ってあまり踏み込まないようにしてたんですけど、よろしい、そういうことならば本会である。左の頬を差し出すんで右の頬もぶってください。だって正式に付き合うことになったのに先輩デートに誘ってくれないんだもん。これっておかしくない？あ、そういうことか。なるほどね。それはごめん、ついうっかり。うっかりデートに誘うの忘れるの？それとも先輩は玉木とデートしたくないの？いや、そんなことはないって。俺だって玉木ちゃんとデートしたいよ。たださ。ただ何？その話を切り出すきっかけというか、チャンスを伺っているうちに玉木ちゃんのペースにハマっちゃって、言い訳がましいな。玉木が悪いの？それは違うよ。ただ単に俺がだらしないだけなんだ。うん、分かってるんだけどさ、結構だらしないんだね。まったくしょうがないな先輩は。そういうすれ違いが重なって離婚する夫婦もたくさんいるんだからねまだ結婚してないのに。はい、すみません。あれ、今離婚って言ったよね。
ん？今離婚って言ったよね。それに先輩全然分かってないよ。玉木は先輩と一緒ならどこでもいいの。場所じゃなくて相手が大事なんだから。ならサテンに行くか。うん。だから玉木をデートに連れてって。この島でデート行ける場所ってもう残ってないんじゃない？他にあるっけ？分かったよ玉木ちゃん、今度の土曜日に俺とデートしてくれ。うん、いいよ。先輩どこに連れてってくれるの？まだ一度も行ってない場所だとどこだろう。東大とかもそうだよね。東大とか、あとドリーム牧場とかもあるけど。そうだな、ハイキングなんかどう？あ、ハイキングか。母岳登ってみるとか。ハイキングか、なんか楽しそう。先輩ありがとう。んー、じゃあただのハイキングじゃ面白くないから、登山客の食料を奪う黒登山をやろうか。母、気に入ってもらえてよかったよ。ふう。そうだ、玉木の手作り弁当を持っていくね。先輩お腹空かしておいてよ。大丈夫大丈夫、弁当とか大丈夫だから、あの現地調達するから大丈夫だよ。それはすごく楽しみだけど、あんまり空腹じゃ山登れないからさ、ちょっとは食べておいてもいいよね。もうしょうがないな、ちょっとだけだよ。本当にちょっとだけだからね。スニッカーズ5本くらいにしとく。あ、じゃあちょっとだけ。まあ食べた量はわかるわけじゃないしね。うん。お、プリ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 玉木ちゃん、かわゆす。あれ玉木ちゃんどうかしたの？バレないからってズルしちゃダメだよ先輩。貴様さては見ているな。え、何のことかな。するなんかしないよ、すごい直感力だな。これは気をつけないと。一応言っておこうと思って。だってせっかくのお弁当が残っちゃったら玉木悲しいもん。大丈夫だよ玉木ちゃん、俺が責任持って全部食べるから。たとえ味がどうであれ、それが男としてのけじめだ。ほんと先輩かっこいい。玉木、腕によりをかけて作るから絶対楽しみにしててね。ニコニコ動画ゲーム実況界一のイケメンと言われてます、自称です。うん、今からすごく楽しみだな。どうか味もそこそこでありますように。玉木ちゃんって料理うまいとか言ってなかったっけ？そんな話を言ってたような気がするけど。今日のイベントはもうこれで上がっちゃっていいかなと思ったんだけど、さっきさ、あの玉木ちゃんと話す前にテレポートしてきた女の子いたじゃん、あのキッカタソなんだけど、キッカタソのイベントはね、この後をあの1週目で見れなかったイベントに続くんで、ちょっと回収します。こんにちは先輩。キッカタソ、母さんただいま。はい、というわけで戻ってきました。じゃあ次の日行っちゃおうか。9月12日金曜日はアイコン出てないね。じゃあサブイベなんかないか見てから帰ってこようかな。何もなかったです。というわけで帰ってきました。メールが来てる。ああ伝説の不採用通知が来てる。でもな、途中のイベント見れてないから、最後までやったとしても理事長エンド行けないんだもんね。あ、これは一緒に帰ろうか。一緒に帰ろうからのバリ雑言ですね。ハイキング楽しみ。明日のハイキング楽しみだね。玉木、腕によりをかけてお弁当を作ってくるから、ちゃんとお腹空かせてきてよね。駅で待ってるよ。はい。ちゃんと約束してから、返事してから一緒に帰ろうっていう感じになろうよ。なんでいつも俺がバカバカ言われなきゃいけないんだい。そっか、今日ホルスタイン先輩じゃない、あの大神先輩の誕生日イベントもあるんだよね。うん、まあ駅前からね。どうしよっかな、3週目やっぱり報道部じゃない、三日月めぐちゃんの復帰からやり直した方がいいかな。お、いた。その無防備な状態では私に取ってくれと言わんばかりですよ。いけるか。お、いいね。写真更新しようかこれ。うん、フィールドを出していない玉木ちゃんが悪いのだよ。
やあ玉木ちゃん、ヤッホーはまだ早いんじゃないかな。いいの、登る前から登山は始まってるんだもん。そんな格言聞いたことないな。家に着くまでが遠足なら知ってるけど。それと似たようなものだよ先輩。今日は玉木の特製手作り弁当を用意してきたから、頂上に着いてからたくさん食べてね。ごめんよ玉木ちゃん、実はさっきあの ピザでコーラを流し込んじゃって、もうお腹いっぱいだブ。うん、楽しみにしてるよ。昼ご飯食べてきちゃったけどね。さ、行くよ先輩。ピザでコーラを流し込むっておかしいな。コーラでピザを流し込んだだ。待ってよ玉木ちゃん、張り切るのはいいけど体力温存しないと途中で疲れちゃうデブ。それは先輩でしょ、玉木は平気だもん。本当かな、もし途中で疲れたとか言ってもおんぶしたり おぶったりしてあげないからね。え、先輩玉木をおんぶしてくれるの。おんぶ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 おん。そうじゃなくて逆だよ逆、おんぶしてあげないよって言ったの。どうしてそんな意地悪言うの。先輩玉木をおんぶしたくないの。おんぶしたいです。だんだん話がずれてきてるよね。玉木ちゃんが普通に歩いてくれたら疲れた時にはちゃんと助けてあげるよ。おんぶしようよ、おんぶしてケツまさぐろうよ。ブブー、なんかおかしいよ。普通は先輩の方からおんぶさせてくださいっていうものでしょ。玉袋先生、おんぶがしたいです。そうだよ、だって高校1年生の可愛い女子をおんぶできるチャンスなんてそうそうないんだよ。自分で可愛いって言っちゃうところが可愛いよね。先輩はいつもエッチなこと言うくせに、こういう時だけ真面目ぶって知らん顔するのはどうなの。なんかずるい。おんぶってエッチな行為だったのか。そもそも坂道で疲れた女の子を助けてあげるのは男だったら当然の義務なんだから、張り切ったらとか普通に歩けとか関係ないっていうか。このおんぶお化けちょっとうるせえな。まるで小獣人みたいだとぜ。なんだからね、わかった先輩、ちょっと聞いてる。俺説教とかはちょっと嫌だな。物理的なダメージを与えてくるのは全然 OK なんだけど、説教でさちょっと精神的に削られるのは嫌だ。はいはい聞いてます、よくわかりました。何分間喋り続けてたんだろう玉木ちゃん。じゃあその時はよろしくね先輩、出発。やれやれ、今日は前途多難な予感。仕方ないね。北前進で登る、これは時間がかかるぞ。こっちだよ。おお立ち上がっちゃった。離れないでよ。北前進で山を登るのはちょっときついね。スライディングに切り替えよう。やっぱ山登りって気分がいいね。玉木ちゃんもそう思うでしょう。でも先輩のペースで歩くのだんだんきつくなってきたかも。まあ先輩はロックマンばりに坂道をスライディングしてるからね、それに合わせるのはちょっと無理だと思うよ。ごめんそんな早かった。これでもゆっくり歩いてたつもりなんだけど。身長の差も歩幅の差になるんだよ先輩、ただ女の子用のペースでとしか考えてなかったでしょ。そうでした。ごめん玉木ちゃん、これからはもっとゆっくり歩くからね。うん、でもちょっと疲れたから少し休憩してもいい。もちろんだよ、じゃあここで休憩しよう。しまった、俺としたことが。玉木ちゃんは注文が多いな。宮沢賢治。もう大丈夫だよ先輩、行こう。あのさ玉木ちゃん、脇エロス。ん、どうしたの。お詫びというわけじゃないんだけど、その途中まで玉木ちゃんを抱っこして登ろうか。お前がしたいだけやろ。え、抱っこ。お詫びじゃなくてご褒美になっちゃってるよ。もし玉木ちゃんが嫌じゃなければだけど。嫌じゃないけど、急に抱っことか言われても、その、でも先輩がそう言うならいいの。ていうか山で抱っことかすげえな。それはオッケーってことかな玉木ちゃん。ズドン。よし任せて任せて。先輩これってお姫様抱っこの方か、おんぶじゃないんだね。大丈夫、姿勢苦しかったりしない。大丈夫です。じゃあこのまま行くよ、しっかり捕まっててね玉木ちゃん。うん、すげえなあなっち、なんでそんな筋力あるんだろう。先輩女の子といえども山道で姫様抱っこはきついよね。やっぱり玉木歩く。そうじゃあ下ろすね。
もしかしてあんまり楽しくなかったかな。ごめんね玉木ちゃん、俺はすげえ楽しかったけど。ううん、すっごく楽しかったよ。でも玉木を抱っこしてたら先輩が疲れちゃうから。そんな、玉木ちゃん小さいから軽くて俺全然平気だったけどな。うん、以前確かこの山でホルスタイン先輩をお姫様抱っこしたことあったけど、ね、でもやっぱり坂道だし先輩の心臓もドキドキって速くなってきてたし。あ、いやそれはその玉木ちゃんとくっついてるからだんだん恥ずかしくなっちゃって、このスケベ。玉木もドキドキしてたよ。同じだね。お姫様抱っことかこつけてケツ触ったり太ももなでなでしたりしてたんだろう。まったく変わってくれ。そうだね。それにね、やっぱり頂上までは自分の足で登ってみたくて。おお、偉いね。せっかく抱っこしてくれたのにごめんね先輩。うんうん、いいよ全然大丈夫。じゃあこっから二人で歩こう。うん、この山ってメグネートも来たよね。そういえば登山道にしたら結構歩道舗装されてる方かな。高尾山くらいの山だと思うんだけど、この山そんなに高くないかな。お、着いた。到着、頂上だよ先輩。おお、学校がゴミのようだ。そうだね、うん、結構体力使ったな。え、やっぱり玉木のせい。あ、いやいや違うよ。さあ玉木ちゃん、お弁当の時間だ。楽しみだな。うん、玉木の特製手作り弁当だよ。ひゃっはー、弁当の時間だ。いただきます。偶然にも他の登山客がいなかったから黒登山できなかったからね。先輩まだだよまだ、焦らないで我慢して。ステイ。はーい先輩ステイ。先輩そんなに慌てて食べたら喉に詰まっちゃうよ。大丈夫大丈夫、俺なら全然平気。もごにゃ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 の。ほら言ってるそばから。先輩大丈夫、背中さすってあげようか。あ、ありがとう。でももう大丈夫、喉通ったから。ははは、喋ったのがまずかったみたい。もう心配させないでよ。玉木のお弁当で死んじゃったらどうしようって一瞬すっごく怖かったんだから。ごめん玉木ちゃん、でもこのお弁当本当にすごく美味しいよ。お店で売り物に出せるレベルだよ。おお、弁当ですね。半額シールの貼られた弁当をめぐって男子高校生たちがバトルするっていう、そんなアニメが見たい。本当？やった嬉しいな。でも玉木、売り物になんか絶対しないよ。だってこれは先輩のためだけに作る玉木の愛情たっぷり特製弁当なんだから。顔とセリフが合ってなくね。なんか怒ってるように見えるんだけど。ははは、なんかそう言われると食べるのがもったいない気がしてくるな。大丈夫だよ全部食べても、またいつでも玉木が作ってあげるから。おお、もう嫁さんだね完全に。そう、それじゃあ遠慮なく残りも全部いただきます。お腹空いてきたな。俺もピザ取ろうかな。うわー、食った食った、ごちそうさまでした。お粗末さまでした。玉木のお弁当どうだった先輩。絶品でした。本当に？何か物足りないところがあったら教えてね。次はもっと先輩の好みに合わせるから。女子高生の手作り弁当とても美味しいです。いやいやパーフェクト、塩加減といい甘みといい各献立のボリューム配分までまさに俺好み。っていうか玉木ちゃん、どうしてここまで俺の好みとか知ってるの？先輩忘れてませんか、玉木も報道部員なんだよ。取材したってこと？そんなこと聞かれたっけ？え、ああなるほど、納得。取材源はおそらく三日月あたりですな。ですな議長。教えないよ、情報提供者の秘密は守るのが取材の鉄則だからね。報道部心得一つ、取材源は現に秘匿すべし。ああ、玉木ちゃんがトースポさんから良くない影響を受けてる。おー、玉木ちゃんの心得コール初めて聞いたよ。メグネーの一番弟子である玉木は報道部心得も全て頭に入っているのです。ははは、後でそれ俺にも教えてよ。ごめんね先輩、残念だけどこれは一子相伝なの。北斗の剣か、何それ、どこその暗殺剣じゃあるまいし。いいじゃん別に。
そもそも一子相伝の意味が違ってるし。先輩が玉木の弟子になるなら教えることもできるんだけど、玉木ちゃんがケンシロウだとするとメグネーは邪気かな。邪気っぽいよねメグネーね。あ、そうなんだ。割と簡単に教えてもらえるのね。どうする？玉木の弟子になる？考えときます。弟子よりお兄ちゃんにしてほしいな。玉木ちゃん、そろそろ下山の準備をしようか。俺ラオウで、あの玉木ちゃんがケンシロウね。でメグネーがジャキね。もう降りちゃうの？せっかくこんな景色のいいところに先輩と二人きりなのに。しょうがないよ。暗くなったら降りるのが危険になっちゃうし、クマ出るかもしれないよ。喋るクマが。じゃあここで一晩一緒にいればいいじゃん。最新の IT 機器を使いこなす喋るクマが出るかもしれないよ。そういうわけにはいかないよ。玉木ちゃんのご両親が心配するよ。ぶー。じゃあ家に電話してから泊まるもん。泊まるっつったってテントとか持ってきてないし。電話しても心配するでしょ。可愛い娘が外泊だなんて。そもそもここ県外だし。じゃあ先輩に誘拐されたことにするもん。どうせ心配するなら本格的に。俺捕まっちゃうよそんなことしたら。意味がわかんないよ玉木ちゃん。第一それじゃ俺が犯罪者になって捕まっちゃうじゃないか。捕まるかもしれないけど、もうすでに犯罪者だから大丈夫だよ。盗撮の前科があるでしょ。あ、そっか。じゃあ禁止。なんで？いつまで経っても話が進まないからね。ほら降りる準備はもういいの？そろそろ行くよ。あ、待って先輩。降りる前に玉木、どうしてもやりたいことがあるの。やりたいことって何？あんまり時間ないんだけど。大丈夫、すぐ終わるから。見てて先輩。何？ヤッホー。あー、山に来たら定番だよね。先輩大好き。ちょっと玉木ちゃん、はずいよ。終わったよ先輩。歯の裏が痒くなる。すげー恥ずかしいぞ。どうしたの？行かないの？先輩もやってみる？あ、いや大丈夫、行きます。海で叫ぶのはよくあるやるけど、山でもやるのか。玉木ちゃんはご機嫌だね。足元だけ気をつけてね。はーい、先輩も転ばないでね。これはフラグですね。あは、大丈夫だよ。ここよく人転ぶよね。大神パイセンも転んでたし。どうしたの玉木ちゃん、大丈夫？怪我とかしてない？足元気をつけてって言ったばっかりなのに。まったくしょうがないね。そうだけど、でもまたお姫様抱っこする？うん、どうかしたの？今目の前を何かが横切ったの。見たこともない形の蛇みたいだけど、蛇じゃない生き物。それはもしかして UMA 馬じゃない？え、それってもしかして土の子だよ。多分気のせいだよ。土の子じゃない、普通の蛇だよ。土の子を捕まえたら50万円くれる、確か剣があった気がする。そういう賞金をかけてる剣があったな。どこだっけな、徳島だっけな。土の子じゃないかな。へー、土の子ってあの土の子？そうだよ玉木ちゃん、ほらここにも立派な土の子が。そうだよ、あの土の子だよ。っていうかそんな土の子の種類ないでしょ。土の子って本当にいたの？あれどこだっけな、何県だっけな、なんか賞金かけてたんだよね。やろうかなって一時期思ってたことあったな、学生の時。うん、俺も半信半疑だけど、さっきのを捕まえてみれば何かわかるかもね。土の子捕獲大作戦？いやいやいや、そんなことしてたら日が暮れて帰れなくなっちゃうよ。今日のところはおとなしく帰ろう。でも土の子が逃げちゃうよ。 UMA のことはバンバ先生に任せましょう。どんなに逃げても島から逃げられないし、きっとこの辺がテリトリーなんじゃないかな。そうなの？テリトリーっていう単語を聞くと悠々白書を思い出すのは俺だけかな。多分だけど、だから今日のところは帰ろう。うん、また来るときは玉木も一緒だからね。ははは、もちろんだよ。土の子ってあれでしょ、なんかお腹いっぱいになった蛇でしょ。駅に着いたね玉木ちゃん。うん、どうしたの？そんなに土の子捕まえたかった？じゃあ夜の土の子捕獲大作戦をするかい？あれもしかして疲れちゃったかな？それもあるけど、今日一日楽しすぎてなんか寂しい。ほほう、可愛いこと言ってくれるじゃない。
あ、そういうことか。俺も楽しかったよ。特に玉弁。玉弁？あ、玉木ちゃんの弁当だから略して玉弁か。美味しかったな。何その玉弁って。大神パイさんあたりだと玉袋弁当って言いそうだよね。あ、ごめん。玉木ちゃんの特製弁当、略して玉弁。ダメかな。なんで略すかな、もう。卑猥だよね。でも、美味しいって言ってくれたから許す。玉木ちゃんの名前、卑猥だよね。じゃあまた玉弁作ってくれる？また玉弁作ってくれるか、いずれ。いいけど、結婚してくれたら毎日作るよ。ははははは。またそうやって笑ってごまかすんだから。もうユウたち結婚しちゃいなよ。それはさ、もう少し先に考えようね。とりあえず今は高校生活をエンジョイしないと。しょうがないな、先輩はそういう人なんだもんね。エンジョイ&エキサイティングだよ。ははは、そういう人ってどういう人なんだろう。あ、そろそろ電車が来るみたいだよ。行こ、先輩。あ、ごめん、俺はまだちょっと用事が残ってるから、玉木ちゃん見送らせてよ。ちぇ、玉木は先輩と一緒に帰りたいのに。いや、そろそろセーブしないとね、録画時間がやばいから。先に帰ってください。ごめんよ、またお姫様抱っこしてあげるから。お姫、あれは恥ずかしいから別なのがいい。うん、じゃあ肩車にするか。そうなんだ、別なのって何がいいかな。てっきり気に入ってもらえたと思ってたのに。首側の肩車じゃなくて、あの顔側の肩車する？考えといて。あの、なんていうの、ちょっと言葉で説明しづらいんだけど、普通の肩車じゃないやつね。あの逆、肩車の、普通の肩車の逆バージョンってこと。じゃあ、玉木行くね。またね、先輩。前が見えないよ。さようなら、気をつけてね。うい、結構時間経っちゃったな。この時間か。はい、じゃあもう時間が押してるんで、今日はこれくらいにしておきます。また次回よろしくお願いします。お疲れ様です。夢が